こんにちは、さきです。今日は5月のお気に入りを紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。じゃん。素肌しずくぷるっとしずく化粧水と濃いプラセンタエラスチンっていう感じです。これセットでドンキで売られてて1000円以下ぐらいだったんで、なんかお得かなって思っていいって言われてたし、なんか試してみたいなと思って買ったんですけど、すごいね、こっちがジェルっぽい感じの化粧水になってて、こっちが普通の乳液っぽい感じで、朝に私はこれつけてこれって感じで、もうスキンケア終わりっていうね、簡単なスキンケアでやってたんですけど、結構調子も良くて、あの水っぽい化粧水とかを使うとちょっと肌が敏感な時はひりついたりとかしてたんですけど、これはね、なんかローション系、なんて言うんだろう、こういう感じでジェルこういう感じ、意外と浸透も良くていい感じでした、うん、でこっちはもう普通に乳液っぽい感じなんですけど、おお、緩めの乳液っぽい感じなんですけど、まあなんかこっちは特に何にも感じなかったけど、こういうなんかジェルっぽい化粧水ってあんまりないかなって思うんで、これはまた原品買ってきて朝とかに使いたいかなって思ってます。続いてこちらです。じゃん。チフレウォッシャブルコールドクリーム、はい、これは化粧落とし&マッサージに使えるクリームということなんですけど、私なんか最近すごい寝てる間の食いしばりがすごくて、もうなんか食いしばりすぎて頭痛くなって起きるぐらいの気持ちなんですよ。なんでなんか朝起きるとめっちゃ疲れてるんですよね、顔が。だからもう多分このまま行くとめっちゃエラ張って顔がより大きくなってきてしまうんじゃないかなって思って、なんか小顔マッサージとかしたいなと思って買ったんですね。こういうクリームでなんかね、硬くもなく柔らかくもない、結構でもなんだろう、油分が多めのクリームになってるんです。まああれですよね、クレンジングとかもできるっていうぐらいなんで、そういう感じなんですけど、結構力も入れやすくてこの辺とかをほぐしながら使うって感じですね。で朝やってこうまたぬるま湯で落とすっていう感じで使うと、前に紹介したと思うんですけど、あのアルビオン乳液のと同じようななんか効果が得られるなって思って、それもさらにいいなって思ってるんです。これはね、マッサージをするにもいいし、さらにその朝とかにやったら乳液洗顔の効果と同じような感覚になるので結構いいかなって思って、はい、しかもめっちゃ安かった、何円だろう、600〜700円くらいだったかな、こんなにたくさん入って。続いてこちらです。じゃん。エテュセのラッシュバージョンアップマスカラ下地、これはもうすごい皆さん使ってて有名だと思うんですけど、私もついにこちらを使い出したんですよ。ずっと私はケイトのラッシュマキシマイザー使ってたんですけど、ケイトすごいちゃんとキープしてくれるし、太くなるし長くなるし量も増えるような感じはあるんですけど、もうなんて言うんだろう、もうケイトの下地使うともうケイトの仕上がりになっちゃうみたいな、そのケイトの下地をつけた後に何のマスカラ塗っても同じなんじゃないかっていうような感じがしてて、なんかオレ色に染まるよう感が強い感じ。このエテセのラッシュバージョンアップは繊細に伸ばしてくれて、さらにカールキープもかなりすごくて、本当に夜までまつげが落ちなくて感激しました。で私これお湯落ちって思って買ってたんですけど、全然お湯落ちじゃない商品だったっぽくて、でもまあケイトよりは楽に落ちるかなっていうような感じはあります。で白くならないタイプなので、そう、楽チンですね、いいです。これは続いてじゃーん、エスプリークのルージュグラッセ BE803 番です。はい、これはね、ほんと CM が良すぎて買っちゃったんですけど、もうガッキーと北川景子バージョンがあったと思うんですけどね、私は買ったのはベージュっぽい感じなんですけど、結構まあ赤みもあるのでそこまでヌーディーすぎない感じもするんですけど、私的にはちょっとやっぱヌーディー感が結構あったので、ちょっとね、唇はね、赤みのある方が好きなんですよ、私は。血色がよく見えた方が。マックのモカをちょっとつけた後にこれでね、フルッとさせるっていうのがお気に入りなんですけど、結果1本では済まない感じではある。
かなり透け感があるような色味で、全部ね、なんかそう透け感があるような色だったので、そこまで主張しない口元になります。でもかなりあのツヤ感がすごい綺麗だし、崩れ方もあのこの辺白くなったりとかあんましてこなくて、綺麗にね落ちてくれるのもいいかなと思います。まあ、落ちづらいとかもないし、かなり減りも早いと思うんですけど、もうやっぱ塗ってる時の楽しさ、この細身のルージュすごいはみ出なくて塗りやすいし、そう塗ってる時かなりテンションが上がるのでこれお気に入りかなと思います。はい、最後にこちらです。じゃん、セザンヌのナチュラルチーク N のゼロ5番です。これ結構動画でも出してるかなと思うんですけど、なんかね今月かなり使ってて、これこの色なんだろう、すごい地味な色に見えるじゃないですか今日も使ってます。ちょっとだけラメが入ってるけど、まあベージュで深みのあるコーラルみたいな感じ。私の肌の色と相性がいいのかわかんないんですけど、まあいろんなクリームチークとかつけるんですよ。でその後に結果最後これをつけてなじませるってことが多くて、これつけるとかなりね血色感が出てくれて、すごいなんか気に入ってるんです。これ360円ですごく安いですね。まあこのブラシはちょっと小さすぎるのであんまり使ってないんですけど、うん、なんかいろんなチークをつけた後に結果としてこれを上からファーッとのせるっていう、そうするとなんか馴染みも良くて血色感も出てくれるので、同じことしか言ってないですよね今なんですけども、これすごいなんか気に入ってて、はい、すごい気に入ってます。はい、これで5月のお気に入りは以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の更新でまたお会いしましょう。失礼いたします。前髪